れてますから。三遊間はサードがカットします。一塁ショートバウンドをバックスクリーン上げた。ワンアウト。先頭バッター小深田サードゴロでワンアウトです。これも三遊間、このサードがカット。今度は一塁球を送られました。ツーアウトです。この三遊間のあたりサードがカットしました。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れた西村です。いやー多分ねそんな多くないと思いますよ、もう一つ牽制を逆を突かれた。ここは鈴木大地逆を突かれました。チャンスで今日の3打席目。初球いて叩きつけたバッティングはファースト取った。一塁でアウトを取りました。この間に三塁ランナーは帰ってきました。一塁ランナースタート。胸打っていきました。フラフラと上がった打球はうまく取りました。サード村上、福田戻ります。いやー今見事なプレーを見せましたね、このサードの村上。カーブか、狙い打ったんですがセカンド阿部がここはナイスフィールディングでした。ワンアウトです。今の2球だけでも何か小笠原の特徴が出たような感じです。初球から叩いたライトの右後方です。鵜飼が守りますが深いところまで行って追いつきました。マーティンは二塁ベース手前まで行っていましたので戻ります。風は2メートル、ちょうど中村の打球の方角にどうですか。ショートゴロになりました。中野から一塁へ送られます。デスパイネはショートゴロでツーアウト、まだありません。右バッターに対しては、ね先ほど、ブラジアル、ヒット打ったりとかね、変化球を運んでいきます。セカンドジャンプ、ここは取ったか、取りました。吉川が取りました。ファインプレーです。3番キャッチャー、詰まり気味の打球がありましたが、変化選手がもうすぐ帰ってくるであろうというのを、ね、言われる中、これはショートゴロになります。中山が1位送球、ワンアウト。走った、打っていきます。ファーストと弾いている。セカンドバックアップ、1位間に合うか。1位は間に合いました。今スタート切っていった若林、打っていったウネンティン。ウネンティンは最終的にはこれはライトへの打球、ライトただライン際守っていて、あーライト海老名が今最後ファウルゾーンで掴んでいます。ナイスプレーでした。うまく打ったんですが、今永がそれ以上の反応、ナイスプレー。今永がこれよく取りましたね。これはもうバッターからするとファースト佐野が掴んでいます。ライナー掴んでワンアウト。佐野が反応、いい当たりなんですけどね、ヒットゾーン飛びますが、変化球打ってライトだ、下がっていく、下がっていってフェンスの前、どうだ、取っています。中村翔成よく追いつきました。強い当たりですがショート、これセカンドランナー挟まれます。鈴木大地が挟まれてアウトになりました。初球から行きました。サードが出てきます。よくすくい上げた鈴谷、初球から行きましたけどもサードゴロ、叩きつけたバッティングです。ショート出てきます。よく取った、そして一塁間に合いました。今度はショート上本、いいプレーでした。一二塁間だ、抑えて一塁は吉川、いいプレーですね。これはいいプレーです。これはいいプレー。キャッチャー大前は1、2塁間ちょうど中央です。サードゴロになりました。バックホーム、ホームタッチアウト。三塁ランナー高部はタッチアウト。ワンアウト二塁一塁となります。強い打球、セカンドライナー戻れない、ダブルプレー。ナイスプレーですね。強い打球でしたが、その打球はセカンド阿部のグラブの中でした。失点ということ西です。
ラフラッと上がった打球ですが、あっとサードを取りました今丸です。今回先頭の赤嶋はサードフライです。一塁早い牽制球、微妙なタイミングでした。リクエストですか。どうでしょうか。あ、さあ出てきました。アウトになりました。あ、これは大きなプレーになりますね。これをうまく打ったレフトの前突っ込んでどうか。山崎がダイレクト取っています。これはファインプレー。山崎幸太郎のファインプレー。福田もうまく打ったんですが、これはいいプレーが出ました。ここでカーブを打ち上げてレフト山崎追っていってライン際落下点、ラインをまたいでボールを取っています。ラインの内側フェアフライ。宗はレフトフライでワンアウトランナーありません。引っ掛けてサード下がって村上ワンバウンドスロー、どうか。一塁は間に合ってアウト。中川圭太はサードゴロ、サード村上がさばいてこれでツーアウトランナーありません。この打球がレフトの前でレフトを突っ込んで弾んでヒットになって、頓宮は三塁バスを蹴る。さあボールは三塁中継ホームに帰ってきますがどうか。タッチはアウトになりました。さあここはリクエスト、ランナースタートを切って頓宮三塁キャンバスを蹴ってホームヘッドスライディング。記録は義母のツーベースです。まあ、ここは審判団出てきてアウトの判定は変わりません。グラブ弾かれて山田一塁に送る。一塁は間に合ってアウト。ランナースタートセンターへ、どうだ間に合った。アウトですね。あ、よく取りましたね。ダブルプレイ、でも今の本当にファインプレイですね。近本ですね、はい、もうランナーはもうしょうがないのかな、はい、ランナーも落ちたと思うけど、低い。さあこれはライト伸びてライナーで取ったのか。もうランナー戻れません。今日この形は2つ目になります。今のはもう仕方ない、これはね、そうですね、はい、4回はともに0点です。さあ詰まったあたりのサードゴロになりました。ここは際どいプレーですがアウトです。ここは岡本和真ジャンピングスローで一塁へ、まあ、ランニングスローを歩きながら、ね、走りながらのプレーです。ここ打ち上げました。ファーストビシエドです。風2メートル。ああここは難打取りました。ワンアウトです。今日ヒットを打っているのは3失点でしたけども白星がついています。セカンド追いついて踏ん張って間に合いました。ナイスプレーです。さすがですね。あそこがノーストップでいける菊池、いやーもうちゃんと体勢に入ってそこからねもう早いですもんね。最後はセンターのままジャンプして打球を使いました。もう一伸びありませんでした。一二塁間ですが奥村取って一塁送球間に合ってアウト。これでツーアウト。さあゴロ2つでツーアウトを取っています。ワンバウンド。ここは内山よくボールを抑えました。
その後方下がっていって長岡ボールを抑えています。ランナーそのまま打っていく。三遊間ショート三塁に送る。三塁はフォースアウト。長岡ここはいい判断でした。サードフォースアウト。ツーアウトランナーは二塁一塁とあります。ピッチャー返しが抜けてセカンド奥村一塁送球。これは到底取ってからも一塁へいいボールを送りました。セカンド追いついて一塁送球。間に合ってスリーアウト。これはうまく捉えたぞ。センターへの打球になります。センター桑原バックしてフェンス際のプレーになります。さあセカンドランナースタート遅れていましたが宇佐美はサードストップになりました。清宮はツーベースヒットで二塁三塁です。で今度はサードへの打球。サードは宮崎です。送球ワンナンバー。5回の裏この回先頭杉谷倒れてワンナンバー。さあでバッターボックスは30点に入ってでこのチェンジアップだったとピッチャーナイス反応を見せました浜口です。こういう球、まあ、ストレートでストライクワン6試合でクオリティスタートをマークしています。三遊間ショート森いい肩をしています。森のプレー いい送球でしたね。インサイドに構える詰まった打球ファールゾーン。サード柴田取ったりました。よく取りましたね。難しい体勢でしたが柴田が取っています。三塁線一塁送球一塁はセーフになりました。一塁はセーフになりました。ランナー残りました。一塁か取り込んだ。これはいいプレーです。選手たちが躍動しているジャイアンツですがここはいいプレーが見られました。リードしているそうです。情報入ってきていますが初球打ち上げたショート坂本がいやレフトに任せた。どうだ取ってます。グラブからボールが見えていました。待ってセカンドロセカンド送るワンアウト。そして一塁はチェレアウト。その間に三塁ランナー帰ってきました。同点。柳田はセカンドゴロ併殺打です。打ち上げたレフト落下点に入ります。坂口おギリギリのところで取りました。スリーアウト。後ろボールですがサード村上おっおよく取りました。ナイスプレーですね。ファーストの川端です。いや村上もね、精一杯のプレーですからね。バットの先でした。さあこれはどうですか。セカンド阿部の送球間に合っています。スリーアウト。ツーシームを空振り。2球目はセカンドへの打球抜けません。セカンド阿部一塁送球ワンバウンドで間に合っています。入れ替わりか近わりでしたがここはサードゴロ。一塁際どいタイミングでしたが判定はアウトです。一応今リクエスト出しましたね。サードの深いところからの送球あのショートバウンドで取ってるんでその間にもしかしたら走り抜けたかもしれないという抗議ですよね。それぐらい際どいタイミングではありましたね、はい、判定変わらずですですね。さあショートゴロボテボテの当たりは面白いぞ。一塁がしかしここは警戒でした。小園がダッシュ力を生かして前に出てきています。まあ、滝沢のいや詰まった当たりですが俊足若林競争は三塁からいいボール来ました。坂倉です。サードがよくねあの出てきましたよね今ね。ここで来ています。狙っていきましたが強烈サードゴロ弾いて拾い上げて一塁は間に合いました。痛烈なサードゴロでした。
ですけれども、このハードメイプルがねちょっと使われるようになってきたというところで、これは万波足で、うん、ランナーはセカンドに行きましたが万波ショートゴロ、うん、ビッグボスは OK というね、うん、でピッチャー返し、おっと谷本当たっていますが、デスショートナイスプレーになりました。溝脇です。うん、今谷本にも足当たって心配なシーンだったんですが、谷本大丈夫そうですかね。今トレーナーできます。痛かったと思いますよ。ダイレクトでしたからね。かかとですよ、大丈夫ですという谷、うん、ノーアウト二塁三塁。サードあっと前進守備だ。ショート一塁送球持ち替えて間に合っています。溝脇ナイスプレー。テンポそういったのを、はい、頭に入れてやってる感じです ね。ここはファーストゴロになりました。しっかりとメルセデスベースカバーに入ってます。先頭バッター西川取れてワンアウト。今でも惜しかったですよね。そうですね、はい、肩口からのスライダーですかね。はい、バット折れました。ショートワンアウト三塁一塁。結構バット折れます、ね、うん、インサイドはカットボール、はい、まあ、いいボールですね。そうですね、はい、おっとバックアップアウトです。そうですよね。これは二塁でアウト。ひょっとしたらひびとか入ってたのかな。レフト、おお、ナイスキャッチ取りました。今日レフトスタメンうぐさ、今のはナイスキャッチですね。素晴らしいプレーを見せます、宇部さんです。いやアピールしてます ね。9本打ちました。サード、すくい上げて一塁送球、ちょっと高いですね。うん、そしてこれはレフトが、いや、また取った、また取りました。いやアピールすごいな、後輩が頑張ってますね。頑張ってますよ。さあデスパイネ、これも大きな当たりだが塩見周東です。セーフティーバントだ。ファースト転がしてオスナ、セカンドはベース側に入ってアウト。いやナイスプレーですね。いやいいですね、このスピードがある中。オスナも懸命のプレーでした。いると思いますね。セカンドよく取りました。奥村です。まあでも、まあ、先週もね、はい、本日投手の後を受けたつもり投手、そうですね、逆転されました。セカンドゴロ、スリーアウト、試合終了。出されました。サードの前、サード糸原一塁に送って一塁間に合った。アウト。バントしてキャッチャー後方、梅野が飛び込んで取った。バファローズも遅れません。ワンアウトランナー一塁、梅野最後飛び込んでボールを取っています。ファインプレー。タイガースクローザー岩崎、2球目打っていく。サードの前だ。サード取って一塁に送って間に合った。アウト。試合終了。初球打ち、ファーストゴロ、二塁転送、二塁もタッチ、アウト。日本の選手もいる以上、まあ、いつも先頭にいるという、そういう気持ちでやってほしいですね。まあ、やってますけどね、彼は。わかりましたか。ああそこか。あなるほど。アウトです。牽制タッチアウト。あのバットを折ってしまったという音とと、ファースト失礼、ピッターです。一塁送球、クイックスローで柳アウトを取っています。ナイスプレー。ん、初球打ち、どうですか。ランナーはスタートを切りません。石川亮、
ゴロアウト、サードゴロに割っています。これはセンターは抜けない牧、すぐさま一塁へワンバウンド送球、好プレーです。先頭の安田は牧の好プレーに阻まれました。マスクをかぶります。レフトへのフライ、これもファールゾーン、かなり関根が追っていってファールゾーンを掴み取りました。はい、まっすぐを取れたか、ライナー、ここはセカンド菊池陽介がキャッチ。2番ショート寄っていきたい愛斗、センター方向、打球を伸びます、手前でジャンプ、バックスに手前でジャンプしました。いいことですよね、はい、これは詰まりました。詰まった打球で大幕、これはさすがの菊池、まあ、大味な展開になってきた中で、これで菊池好守備を見せました。素晴らしいプレーですね。ボテボテな中でどういう形になるかなと思ったら、このグラッドスうまく打ち取って、これはショートを取る、一塁送球間に合いました。うまく落としていきました。ショートの上